今日は青森県民のとある一日を見ていきましょう。起床しました。青森の朝は非常に寒すぎるので躊躇せずに一気に起きてしまいましょう。朝起きたらまずは外の雪の確認。これは昨日の夜だいぶ降ったな。これは片付けるのめんどくさいぞと思ったら、とりあえずは一旦現実逃避しましょう。まあ雪はどうにかなるでしょう。なんかお腹空いてきたな。なんか食べるものあったかな。あ、そういえば昨日ユニバースでイギリストースト買ってたんだった。青森の朝ごはんといえばこれだよな、やっぱり。なんでこんなにうまいんだろう。でもなんでイギリスなんだべか。わかんないな。まあとりあえずパッケージかっこいいから取っておこう。外にすごい雪山ができてる。遊びに行っちゃおうか。防寒具をしっかり着てっと。これで大丈夫。でも遊べる道具がないな。ソリとかないかな。あ、そういえば俺の家にもママさんダンプがあるんだった。これをソリにして遊びに行ってしまおう。痛い、痛すぎる。さすがにママさんダンプはソリにはならなかったな。遊んだらお腹空いてきたな。なんかあったかな。冷蔵庫見てみるか。どれどれ。何にもねえな。なんか食うもんねえかな。あ、ご飯あるべな。ご飯あれば全然。ゲンタレもある。これで完璧な昼飯が食えるな。ご飯をチンしてっと。ご飯のチンが終わったら高速でご飯を取り出してゲンタレを高速で振ってぶちまける。その上に納豆なんかを乗せちゃって、その上からゲンタレをかけるとなおうまいんだよな。これがゲンタレと米の親和性は神がかってるんだよな。この辛みと生姜とニンニク、普段は焼肉の時に使うけど青森県民はゲンタレを食べたいがために肉を焼くんだよな。しっかり完食してっと。大満足だ。この後何しよっかな。あ、そういえば青森には再放送がいっぱい入るんだった。集中してみよう。あぎじゃった。なんか外に行きたくなってきたな。でも雪降ってまっちゅんだよな。集中してみよう。やっぱりあぎじゃった。外行きたくなってきたけど雪降ってまっちゅんだよな。集中してみよう。でもやっぱりあぎじゃった。でもな、雪降ってまっちゅんだよな。あ、そういえば昨日ユニバースでシャイニーのスパークリングアップルを買ってたんだった。これ前から気になってたんだよな。あ、そういえばゲンタレの南部せんべいも買ってたんだった。この2つがあれば大丈夫だな。シャイニーのスパークリングアップルはリンゴジュースのしっかりとした味があるのに炭酸が効いてて、これまたうまいんだよな。ゲンタレの南部せんべいはどうかな。これも南部せんべいの甘みとゲンタレのガツンとした味とピリッとした辛みが効いてて手が止まんなくなっちゃうんだよな。集中してみなきゃ。再放送だったんだこれ。でもな、また食べたくなっちゃうんだよな。そして1個食べたらさ止まんなくなっちゃうんだよね。なんでゲンタレってこんなに美味しいのかな。ゲンタレってやっぱり青森のソウルフードだよね。考えた人天才だわ。でさ、このシャイニーのアップルジュース、なんでこんなに青森のリンゴジュースって美味しいんだろう。やっぱり青森が一番だよな本当に。あ、見なきゃちゃんと、忘れてた。でもな、やっぱり気になって食べちゃうわ。なんで1個食べたら止まんなくなるって分かってんのに食べちゃうんだろう。そんなこんなしてたら夜になっちゃった。ほとんど内容覚えてないわ。本格的にお腹が空いてきちゃったな。何があったかな。あ、冷蔵庫の具に豆腐があったからゲンタレぶちまけちゃおう。ゲンタレを振ってゲンタレ豆腐にかけて食べてみよう。わ、こんなにパンチが効いた豆腐食ったことねえわ。あれ、なんか飲みたくなってきたな。あ、そういえばうちには電酒があるんだった。これを飲もう。電酒をグラスについでっと。この匂いがたまらないんだよな。どれどれ、味は。これが澄んでて甘くてうまいんだよな。豆腐食べちゃってごちそうさまでしたっと。あれ、外の雪の様子が怪しいな。明日の朝は早く起きて雪かきをしないとな。よし、早く寝るが。でもやっぱり酒は飲みたいんだよね。よし、飲んじゃおう。これうますぎる。決まってきたな。どんどん飲もう。ついでっと。どんどん飲んじゃおう。ついで飲んでまれい。ついで、そして完全に出来上がっちゃうんだよね。これはね、
やっぱり電酒は飲みやすみで美味しいお水って思っちゃうんだよね。あれや、イギリストースト見つけたけど中身入ってねべな。どうなってまっちゃんだっけ。はあ、もうダメだ。寝でまるな。寝でまるがソファの上で。寒。青森の揚げ方は気温がぐっと下がるから半袖で寝れればダメなんだよね。こんな感じで寒くて夜中におぎで布団に入っていく。こうして青森県民の一日は終わっていくのでありました。めでたしめでたし。